皆さんこんにちは。今回もファミコンを HDMI 接続で遊ぼう、スーパーピットフォールやっていきたいと思います。このゲームは昔ちょっとやったことがあるんですけど、主人公がマリオそっくりで、そっくりだなぁと思ったんですよね。じゃあ降りてみようかな。一撃死？マジかよ。ちょっとうまいこと避けてみようかな。なんか全然違うとこになってる。主人公がマリオそっくり。危な。うわ。死んだ。何あのカエル。ちょっと。あ、さっきのとこだ。強えよカエル。しゃがんだ姿がマリオ。嘘だろ。速攻でゲームオーバー？どんなゲームかすらもよく見てもらえなかったかもしれないけど。はい、よかったらコメントやフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。今回も、ファミコンを HDMI 接続で遊ぼう、懐かしの F1 レース買いました。はい、遊んでいきたいと思います。お、超単純なコース。行けー。これなんか400キロぐらい出る裏技かなんか確か昔あったけど、やり方忘れちゃったから。うわー、危ない。狙わずにやろう。普通にやろう。うわー、いきなり。任天堂の看板。これ確か1回か2回ぐらいぶつかったら、確かタイムアウトで終了やったような気がする。感覚が狭いよ。危ね。0秒ギリギリやん。うわ。これまた。でもあれだな、これ結構大きいテレビとかで見ると、コーナーのカーブのドットが荒くて結構見にくいな。すごいやばい気がする。うわあ。ある意味一面クリアできなかった。あー、情けない。というか F1 レースってこんなに難しかったっけな。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今回も、ファミコン HDMI 接続で遊ぼう、今回はハイドライド3やっていきたいと思います。懐かしい音楽が。闇からの訪問者。このゲーム確かいきなり放り出されるような記憶があるんだけど、武器や。懐かしい。そして動きがスムーズじゃない。このナイフ。あ、ちょっといいもん買いたいな。2000しかなんか探検と。装備はどうやるんだろう。あ、重すぎて動けねえ。あ、バグった。ファミコンあるあるバグり。まあとんでもないところで終わりましたが、まあこんな感じでした。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今回は、超名作イースをですね、HDMI 接続でやっていきたいと思います。
セーブしたとこから。一応剣、鎧、盾を揃えるぐらいまでやりました。よし、行くぞ、アドル。そしてイース伝統の半分ずらし。半分ずらして敵と戦うとダメージを食らわないっていうイース伝統の初期のイース伝統の半分ずらし攻撃ですね。だってこれしないとすぐ死んじゃいますからね。さっきやった一瞬で死にました。はい、懐かしいイースですが、こんな感じです。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今回もファミコン HDMI 接続で遊ぼう。ドラゴンボール Z2 激震フリーザやっていきたいと思います。地球で悟空とベジータが戦った後の物語ですね。みんながこうナメック星に集まるっていうとこです。これ なんかナメック星の手前なんですけど、あ、これ戻れないのか。わざと戦争になるように、よし、わざわざ近くの小惑星に着陸するというところがすごい。これはあれですね、あの魔とか亀とか流派によってこう一人に力いっぱい攻撃するか、複数に攻撃するか選べるシステムは非常にいいですね。熱戦人造人間とかサイヤ人の全滅計画もやったけど、この激震フリーザが一番いい気がする。戦闘が強襲サイヤ人はちょっと戦闘が遅い。激震フリーザが一番ちょうどいい気がする。スピードとかも、しかもかっこいい。ファミコンでよくここまでやった。ヤムチャの一撃ストーン、弱かった。はい、ドラゴンボール Z2 激震フリーザのバトルは懐かしい、こんな感じでした。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。そうですね、今後ボスとか、まあ、ベジータとか、まあ、ドリアとかザーボンとかいろいろ戦うことになると思うので、ね、その時にはまた動画上げたいと思います。はい、皆さんこんにちは。今回も、ファミコンを HDMI 接続でシリーズ、今回はフラッピーやっていきたいと思います。まだ始まってなかった。まあ、いわゆるパズルゲームで、この青い石を、あの、青いところに落とせば、あ、しまった。青い石を、青いところに落とす。よし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 。あ、違う。間違ってる。これじゃあ、青いところに落ちない。これでいいんだったかな。じゃあ、いいはず。しまった!死ななきゃ。すげえボンミス。これで同時に落とせば、うわ、またミスった。くっそ、あと一機しかない。ラスト、うまくこうずらさないと。よし、
けいけ、やったクリア。はい、フラッピーとはこのようなパズルアクションゲームでございます。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。今回もファミコンで HDMI 接続を、いや、ファミコンを HDMI 接続で遊ぼう、ナムコ版三国志やっていきたいと思います。ブリッジ、お手足である、加藤美人である、リード人情に弱い、我慢強い方である、決断力がある。はい、劉備です。武将軍戦略中、馬頭軍戦略中、曹操軍戦略中、孫権軍戦略中。はーい、出陣じゃ。超レッツゴー超。やべえ、ミスター。まあいいや、ウキンか。あー、微妙に嫌だな。いけー。とりあえず騎馬隊をちょっと待機にしよう。上の二人がもったいないな。全員じゃん。ちょっと超運は待機にしとこう。騎馬隊突撃したか。本当は計略で減らせる、減らして裏技使う予定だったのにな。ミスった。よし、もう超突撃させよう。あ、雨季終了。いてー。うわー、めっちゃ減らされた。転移か、嫌だな。まあ、一人だ、でも一人ででも嫌だな。体力減らして一騎打ちに持ち込みたい。ちょっと待って、ちょっと待って。超音は待機。でもこれはさすがに勝つ見込みがないので、今回はここまでにしましょう。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。